張れそれいけ ESJ。 よし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 、いきますか。はい、どうも ESJ です。よし、はい、ここに9種類のドリンクあります。はい、今日何をするかというと聞き当て、聞き当てしていきます。ESJ の動画で一番最初の方かな、はい、緑茶とかのお茶の聞き当てをしてたと思うんですよ。その時にね、僕は変態張りにちょっと当ててしまったんで、今回僕審査員としてちょっとやっていきたいなと思います。で、まあこちら9種類あって4セットに分けて、はい、まあちょっとソムリエをね競い合いたいなと思います。早速やっていきましょうか。はい、ゴー、ゴー。はい、ポカリスエットと、こちらポカリスエットのイオンウォーターです。はい、では早速入れていきます。お二人とも目をおつぶりください。ちょっとごめんね。ちょっとごめんな。口の上がすいません。はい、ではいいの。はい、どうぞ。ジャキーン。はい。ああ、わかんないわ、色だけじゃ。まず1杯目どうぞ、飲みください。いただきます。はい、 OK。 はい、では2投目いきます。2巡目いきます。いただきます。はい。あ、違う。これは結構本当に味に顕著さというか、うん、もう味が全然違う。では結果発表いきます。はい、1番目が、1番目、せーの、ポカリスエット正解です。まあまあ最初ですから、まあ、わかりやすかった。まあ、ね、まあ、そこは違うか。はい、2つ目こちら三ツ矢サイダーです。普通の三ツ矢サイダーと、こちらは特保の三ツ矢サイダーダブルというものですね。早速やっていきます。はい。では目をお開けください。はい、三ツ矢サイダー部門いきます。では1巡目こちらお願いします。いただきます。はい、なんやねん。違う、あのね、普通なんよ。いや、三ツ矢サイダーな感じがする。そう。はい、では2つ目。わからん。おお、ちょっとこれ。あ、ん？違うよね。さすがに全く一緒ってわけじゃないから。まあ似せてるとか。まあ。ではじゃあ1番目は普通の三ツ矢サイダー。割れました。理由を言うとすれば、僕は最初の方の方が結構炭酸がきつかった。自分のね、飲んだ心地としては。で、その特保の方はまあ健康プラスなんかゼロカロリーとかあったから、うん、ちょっとそういう炭酸系を抑えてんのかなと思って。ああ、なるほど。自分は2番目の方が甘かった感じがするんですよ。うん、ああ、うんうんうん。だから健康志向で考えるんだったら甘さを抑えてるのかなっていう。なるほどね。はい、ということで正解は山田、正解です。最初がこちらのダブルでした。あ、最初の、そう、なんでやろう。いや、炭酸最初の方が強かった。じゃあ強かったです。こっちの強いんだ、うん、なんで。じゃあ炭酸なんでやろう、どういうこと。だから甘さを控えてるからパンチ力を上げてるのかなとか。それ糖質 0.5 から2.0。こちらコーラ、コーラ、普通のコーラです。こちら0キロカロリー、特保のコーラ、コカ・コーラプラスという商品ですね。迷うとしたら多分ここじゃない。プラスと普通のコーラ、多分コーラの味が分かんないからな。え、いや、飲まないから。はい、では目をつぶりください。はい、では
三種類色一緒だね。そうですね。もうだって画面で見た時全然わかんない。全くもってわからんこれ。まあなんか今ねこの見た目上だけで言えることは、まあ、入れる順番かもしれんけど、なんかね一個だけ炭酸が残ってんのよね。確かに泡がすごい。うん、そう炭酸というか泡がね。では、はい、やっていきたいと思います。はい、一杯目。はい、じゃあいただきます。はい、どうぞ。すごいピーポーなってるけど。でも、ね、他の2つもあるのもないから分からんけど、甘い、結構甘い感がある。え、嘘。俺の中では。なんか山田が想像してたコーラより甘くない感じがする。では2つ目。わからん。はい、ではラスト3杯目。あ、いや全部一緒じゃない。後味がもしかしたら違うかもしれない、うん、さあどっちだろう。多分 OK です。はい、では最初は何だったでしょう。せーの、コカ・コーラ。では2つ目、はい、せーの、コカ・コーラ。では結果、一発目はこれでした。でも残念、でも惜しい、山田惜しいよ。え、俺じゃあ全罰ってことじゃない。最後の真ん中基準だから0キロカロリーが全然甘くなかったんですよ、うん、コーラさんたちに比べたら。、うん、だから健康志向でいった特保の方なのかなと思って。だから特保の方が絶対甘い、ゼロよりは。こっちの方が甘いんだ。うん。ちょっと深夜さん全然。ここはそう、ゼロキロカロリーなのよ。はい。ということでした。まあ今の時点だと、そう。で、1ポイントの状態ですね。なので次、牛乳をね、当てれば。牛乳まずは。ポイント制じゃないですからね。うん、分かるか分かんない。そうそう。ソムリエに近いのはどっちか。次は、牛乳。牛乳。おいしいミルクと、はい、おいしい低脂肪乳。明らかにこれなんか買ってから気づきましたけど、もしかしたら味違う可能性ありますよね。では目つぶりください。言うて2分の1ですから。全然わかりやすそう。うん、なんか濃さとかがありそうやからね。まあ普通に言ったら低脂肪乳の方が薄いと思うんだけど、ただどこまで。でもこの前ヨーグルトの、はい、最終決戦。うん、では早速やっていきましょうか。美味しいミルクか美味しい低脂肪乳、どちらかを選んでってことね。はい、思いましょう。一発目、じゃあいただきます。はい、OK でしょうか。では比べようがないと分かんない。うん、そうなんだよね。2番目。色とかは普通なの。え、わかんないよ。そんな一緒の。これ遜色ないよ。結構一番難しい。これやっぱ最終に持ってきて正解のやつ。わかんないや。わかんないわかんない。どうしよう。でも勘やない。いや、もうちょっと低脂肪乳の方は薄いかなっていう感じを考えたのね。明らかにね、それ違うっていうね。でも遜色ないから同じ味だよ。でもどうですか、決まりましたか。いや、決まったよ。その、まあやっていきましょうか。はい、では一つ目は何でしょう。せーの、低脂肪乳。バレるね。ポーン。最初美味しいミルク。山田正解。一発目飲んだ時ミルクっていうのがよぎったら、ただ単にね、ミルクがよぎったんだ。ちょっとなんか朝飲みそうな感じ。ちょっと甘い何かがふわってきて、2番目はチチって感じがした。こっち普通だけど、こっちなんか加工乳って書いてるやん。あ、違うんかな、その辺って。はい、ということで、へ、まあ山田ね、はい、あ、じゃあ山田が、かすってないっていう。2代目決定じゃないですか。2代目、まあまあ2代目か。いや、もう師匠には到底及びませんよ、はい、変態ですから。じゃあリスペクトしろよ。2代目さんということで、よかった、何も入ってなくて。は
はい、ということで、全部飲み終わりました、はい、楽しかったらね、またチャンネル登録もよろしくお願いします。コメントにまたどんどん書いてみてください。ありがとうございました。2代目それ無理へ、噛むそこバイ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 。チャンネル登録グッドボタン押してね。じゃあね、バイバイ。